どこの国の男性のあそこが一番でかいと思います？アフリカかな？違う？アメリカじゃないですか？いや、小さい人も。日本人のあそこってどうですか？日本人の全然良い。保険もあって、好き、大好き。僕なんかは年のせいか中折れしちゃったりとか途中で終わっちゃったりとかするんですよ。仕事の場でもあります。ああいう立ち待ちや。え、そんなあるんですか？そう、立つで待ってる。立ち待ちですよね。そう、立ち待ち。ただ立ちにくい男優さんにもおすすめのこんな商品になるんですよ。エリクフィルっていう精力剤なんですけど、これを使えば長時間も元気でいられるし、見てください、細い、なんか入ってます。薄っぺらいんで財布に入れて持っていけるし、これ便利なんですよ。本当になんか入ってる。薄いっすよね。僕の友達みんな使ってるし、はい、これはもう本当おすすめです。え、現場に持っていきたいです。え、マジっすか？いや、旦那さん、まあ何、たちまちある時に、あ、どうぞ。あ、もうぜひよろしくお願いします。お、ありがとうございます。うわ、こちらこそありがとうございます。みんなもラブジョイさんのインスタフォローしてね。じゃあね、バイバーイ。てりまかしー。てりまかしー。開けてみてください。本当薄っぺらいんで1個しかない。